シルミオーネは、イタリア共和国ロンバルデア州ブレシア県にある、人口約8100人の基礎自治体。ガルダコ南岸のコムーネであり、旧市街は湖に突出した半島上にある。テルメとしても有名で、ローマ時代からの有名な保養地である。ガルダコとシルミオーネの一部レシア県の東部、ガルダコ南岸に位置するコムーネで、ベネト州との境界に位置する。 ガルダ湖に突出した半島上にあるシルミオーネの旧市街は、県とブレシアから東へ 31km、ベローナから西北西へ 31km、マントバから北北西へ 40km、州とミラノから東へ 111km の距離にある。イタリアの地震リスク階級では2に分類される。シルミオーネには以下の分離集落がある。コロンベア・ディサメオーネ、ルガナ、 ロバッツル・ガーナ・ベッキアにある水上住居の遺跡は多国間にまたがるユネスコの世界遺産アルプス山脈周辺の戦士時代の食い上住居群の一部を構成している。シルミオーネは紀元前一世紀には継承の旧価値として知られており古代ローマ時代の最初の温泉であったとされる1800年代末からテルメとして活用されている水源は 摂氏69度の高温である。効能は、関節炎、高頭炎、気管支炎、外傷の後遺症など、ありがとうございます。